皆さんこんにちは、2024年1月16日の河合圭介です。午前10時43分、まずは皇室ご一同の方たち、まあこの間、まあ、未来からの声掛け、まあ、それによって能登半島の人たちは本当は死なずに済んだりだとか大きな被害を被ることはなかったっていう、その僕の、本音の、まあ、怒りを、まあ、申し上げたことに関して、謝罪を、いたします。申し訳ございませんでした。まああの自分の中のそのやるせない思いだとかそういったことは日々積み重ねられていって、もう感情が ただああいうふうに言った方が本当は効力とか本当は生まれるんじゃないかなっていう思いもありました。だからそれは演技じゃなくて本当は本音で、ただ言った後皇室の人たちとの関係がそれでまあその永久に途絶えることにまあきっとつながるんだろうなっていうところで言ったと後悔する。まあこの間その昔紀子さまか雅子さまにいただいたその産後のその数珠だったかネックレスだったか忘れましたけども、まあ、そういったものも盗まれてと、だから不法侵入っていうものはしょっちゅうされていて、まあたかがこの間他の県ではエースコックのワンタンメンとかでしたけども、そうじゃなくてこういったねデジタル時計だとかこういったものが盗まれたりだとか、一応警察に言いに行ったらその日のうちには帰ってくるんですけども、一度パソコン、まあ台所にねこうパソコンを置いてあってこうデスクトップの画面を開いている時、反対側って何も見えないじゃないですか。でそこも確認したんですよ、あるかないか。で警察に言いに行って、まあ、いつも通り買い物行って、で帰ってきた時にはこれがねそのまるで君が確認不足だったんだよと言わん限りにそのパソコン開いたところの後ろに置いてある。まあどうせ置くんだったらここだろうなって、今まで警察に言いに行った時にどんなこと言われてたかって言ったら、今警察署の人たちにね本当に探して家の中にあったなかったっていうこと言うんですよ。でいつ何かその可能性として高いのは、警察官が黙認してるか、警察官が河合圭介の自宅から物を盗んでるっていうのは、もう一回探してみとか言ってくるんですよ。で探したらあったと。でそこは一度確認した場所なんですよ。大体物の配置って私が決めてますから、こういったものはここ、こういったものはここって。一見、まあ、家の中とか見てもらったら、まあ、特に台所のテーブルの上なんか書類だらけで、乱雑に置かれてるから、物をしっかり管理してないな、管理できてないな、探しにくいような形になってるなとか、間違いやすいだろうなとか、そういうふうに見えるかもしれませんけども、あれはあれで、ある一定の物の置き方してるんですよ。こういうものはここって。まあ、結局本当はそこがまあバレてるというか知られているから、
母親の形見関係のものは一つのケースの中に入れてあって、そこからは絶対外に出しっぱなしにしたりとかしないんですよ。一回見たりしたとすぐに、その箱の中に直します。だからそこの中にあるっていうことがまあ分かっていたんでしょうね。だから簡単に盗まれる。まあ先ほども朝あれこれ考えていて、布団の中でまあなかなか起き上がる力がなくて、その河川水門開始玉発電のその発明協会の方たちとの予約っていうものは明日してるのであって、1月17日13時からで、それまでに図面書いて、符号を書いて、で符号の意味とかそういったものを書き込まなければならなかったんですけども、もう今からじゃ間に合うかどうかわからない。でじゃあ月曜日日曜日何してたのっていうことになるんですけども、その春山整骨院からからかってくる連中だとかで、まあホームページ河合圭介の履歴の一番見てもらったらわかると思うんですけども、まあスポーツ関係の勝ち負けから降りるっていうことを記載してある。だけどもその勝利に関して付き合わされてる、抜けることができない。上夏に対しても厳しいことを、他の動画でアップロードしています。もともと上夏も途中から淡井圭介に対する態度っていうものが変わっていて、僕はこの辺で見かけた時に声かけても返事をしない。それだけじゃなくて、小山薫という名前のもの、どうせその名前も偽名かもしれないんですけども、その男と車に乗って、私の前を通り過ぎたりだとか、まるでデートしてるかのように、いっぱいそういう件があるんですよ。そしたら僕からの心情で、そういったことに対する謝罪とか言い分とか何もないままで、上夏美と結婚したい気持ちになるかって言ったらゼロなんです。それを利用して、今までの結婚話、僕から見たらね、今までの結婚話を利用して、テレビ出た時にね、綺麗な顔で出てくる。それは結局、淡井圭介の話を利用してであって、で、その後、まあ、今までの他の淡井圭介との結婚話をしてきた人間のケースであれば、その後、他の男とデートしている。だから、淡井圭介との結婚話をした人間に関して、まあ先に結婚した人間であろうがなかろうが、全員綺麗な顔になっちゃダメっていう、そういう風な形でテレビ局で運用していただきたいなと思っています。そうじゃなかったら、ひどすぎるでしょ。それ一回新聞で今までの件全部、公表したら世間の人たちはどう言ってくれるかっていうことを考えたら分かりますよ。どちらが悪いかっていうところでね。それと何回も申し上げますけども、そのここの家の横を誰か通るにしてもね、男性の国会議員にしても誰に関してもそうなんですけども、それって淡井圭介潰しの方法で、結局ずっと遊ぶなみたいなルールになるじゃないですか。それって奴隷制度じゃないですか。だからこの間言った内容の中には、まあそういった不満もあって、天皇家の人たちに対してまあ起こるようなことを言いました。もう本当は淡井圭介の携帯電話に来るんであれば、誰に限らず
これはもう芸能界の人間に全員言ってください。もう眞子さまがテレビ朝日の受付にいたのわかりま、もう見ましたから。どうせテレビ局にいろんな皇室の人たち、時間が空いてる時に行ってるんでしょ。で、あれこれ喋ってるんでしょ。で、その中には有名人の人間と会いたかったとかそういうのがあるんでしょ。心のね、言えばというか、まあリラックスというか、もう何もかも嫌になって、日曜日とか月曜日とか、まあ土曜日もそうですけども、河川水門会、石木玉発電のその図面とか書こうという予定だったんですけども、結局もう指に力が入らない。もう精神的にダメージが大きすぎて。だから同性である、まあ今まである程度仲良くしてくれた人たちとか、動画とかで僕が考えたことに対して返答する、その返答の内容とかね、その僕のことを心配してくれて返答してくれるくれてるっていう部分、だからそういうふうなところがある人たち、まあ音楽関係なんですけども、グレイとかラルクとかそういうふうなバンドの人たちの曲を聴いたりとか、うん、そういうふうなことをして朝から布団の中に入ったままで、だからもう活力は全然ない状態ですね。うん、だからその時僕があの後どう思ってたかって言ったら、その12月28日に皇居まで行って、そこで追い返されるんだったら、それまでに、神戸市議団の政務調査官に河川水門化式団発電の申請とかに行ってノーだと言われるんであれば、麻生太郎さんの事務所には電話かけました。だけども、裁判とかの証言だったら、対応しますよ、だけだったんですね。だから、どこの窓口行っても、河川水門化式団発電始めれる場所がないんですよ。だからもうこの時点で僕の今の立場って、仮に特許を申請したところで、また方々を駆け回ってね、いろんなところ電話かけて、行政の窓口、例えば知事に許可がいるような河川だとか、それでもし仮に知事から許可をいただいたとしても、経済界とかの実質的なつながりがない以上、お金なんか集める方法がない。だからどうなるかって言ったら、十何万、二十万円近く、この生活保護という立場から捻出したお金で、特許を申請して、結局、誰も協力してくれなくて、ああ、二十万円損したなって、まあ、いつものパターンですよ。30歳ぐらいの頃から、各テレビ局とか、芸能事務所回り回って、淡井圭介との結婚話でした人間のところね。中には真鍋香織っていう、本当は親戚なんですよ。だけども、そこでも追い返されてる。だからもうそういう対応しかしないんだったら、テレビに出てる姿も見たくないし、もう全部全員いなくなってくれよっていうのが本音であって、グレイの皆さんとか好きですけどね、ラルク・アンシェルとか。だから、まあ、ハイドさんも本当は阪神・淡路大震災の前から会ってるんですよ。まあ、ドラムの幸宏というものは、
僕の小学生の同級生で、まあ仲良かったものなんですけども、まあそういったものとも連絡はない。連絡のつけようがない。だけども、気を紛らわすとき、そういった動画とか、曲とかを聞いたりとかして、あの時こういうふうな言葉を投げかけてくれていたなっていうのを確認して、まあ、去年の音楽番組でも、もうその時僕は何って考えたかは忘れたんですけど、特に責めるようなことは考えてなかったんですけども、ハイドさんがすぐに負けってこう大きな声で叫んでくれたりとか、僕にとってはそれが絶対にお前が悪いんじゃないって言ってくれてるようにね見受けられるんですよ。残念ながら皇室の方たちで、まあ、その範囲はそのある人様や雅子様や文人様や紀子様や、まあ、佳子様までの範囲で、とどめておいておきたいんですけども、残念ながらその二十歳ぐらいの頃は違うかったかもしれませんけども、もうここ近年20年間ぐらいで僕のことをかばってくれるような言葉言ってくれたことって、ああ一回もなかったなっていうのを気づいてるんですよね。ああその悲しさとかで本当は今日の朝布団の中で泣いてたし、まあ国会議員の人たちで何人かの方たちが僕を心配してくれるような声とかはっきり言ってくれる人は言ってくれるし、だけども僕も誰がいつそういうような言葉を投げかけてくれたとか、そういうのはだんだん忘れていくし、相手も多分そうだと思うんですが、根本的に時間軸が違うから、何年も経過していつ何喋ったか覚えてれる人間なんてまずいません。まあ今回はまあ謝罪ということでこれぐらいにしておきます。でその日曜日や月曜日聴いてた曲、どんな曲を聴いていたかっていうのをまあ iPad の画面見せながら、まあ何番に書いてる、まあこういう曲を聴いてましたって、その歌詞まあ曲聴きながらちょっと見てもらえませんかっていうのをまあ今度アップロードしようかなと思ってます。以上です。この間の件は申し訳ございませんでした。ただどうすれば解決するのかっていう方法がわからないです。それとグレイのその曲とかを聴いてた時にね、その聴き終わった時に、聴いてる時もそうだったかな、テルさんの声で俺が行くわっていう声が聞こえてくるんですけども、聴いてる時の
曲は13年以上の前の曲とか、この辺りとかでグレイのメンバーの久志さんとかがその歩いていたっていうのは目撃してるんですよ。まあ、特に声をかけられたわけでもないんですけども、だからその時の声かなとか思ったり、何年前の声だろうとか思ったら、まあどうせコンピューターの判断でコンピューターが作ってる声だと思うんですけども、テルさんの声でね、もうええわとかそういうふうな声に変わっちゃう。そしてそれはカッコ様の声も同じであって、だから毎日聞かされる電波からの声で精神的にすごく消耗される。もう電波の声なんかなくしたらいいじゃないですかっていうのが僕の本音ですね。それするとこの辺来たところで誰も僕に声をかけない。自分から自分の名前を名乗って、自分から自分の名前を名乗って僕に声をかけられた人間は皆無です。何十年と遡って、多分感覚として仕事のような感覚で来たらいい、よかったんだと思いますよ。名刺差し出すような形でね、誰それの何々ですけどもって、そこに自分の名前と住所の電話番号を書いておいて、何か話したいことあったら電話かけてくれたらいいですからって、多分本当はそういうところからだと思いますよ。何もかもが壊れすぎた関係、誰に対しても、昔芸能界自体そのものがものすごく許せなくて、そのまあ、ビーズのお二人もそうですし、ルナシーの何人かのメンバーもそうですし、グレイの人たちもそうですし、1997年、8年の頃、フルツラーパークに働きに来た人たちはたくさんいて、自分は賃金の不払いをされてる。だけども誰も助けてくれない。で結局女性にしても結婚話をしてテレビに出た連中を渡すアナウンサーだけじゃなくて、モデルとか女優とか、もうそういった中で誰かそういった件に関して俺らの方で弁護士つけてあげるよとか、そういうふうな話もなかったし、その時に僕グレイの皆さんに対してもだいぶ愚かさに言ってしまってるんですよね。その時の日々ってどんな状態かって言ったら、世の中全てが許せなくてものすごい恨みを抱えていて、それは死刑判決の呪いまで僕に持ってこられて、もっと髪の毛が長かった、前髪がまあ眉毛が隠れるぐらいで、両サイドはまあ耳がもう少し隠れるぐらいの長さだったんですけども、それが全部逆立って、本当にスプレーとか何も使ってないですよ。呪いです。ドハツケ天を突き上げるっていうような状態、それは僕の怒りじゃなくて、そのオウム真理教の件なんですけどね、13人の死刑執行、その後なんです。で1週間ほどその状態が続いていて、髪の毛が全部逆立つまでのその瞬間、今でもはっきりと覚えてるんですけども、腰のあたりから、ね、何かこうゾワゾワゾワってこう上がってきて、でこう首の後ろを通ってここまで上がってきた時にもう全部髪の毛がこう逆立ちっぱなし、
で、そういう、まあ僕はその現象を本当の、まあ、死刑の執行の方をであると思ってますから、まあ、あの世とこの世の境界線を1週間ほどさまよっていたっていう表現をしてるんですけども、だからその時の状況もひどいですよ。家の中でずっと壁がミシ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 になってる。だから地震の時のことを思い出させるような、だからコンピューターのその電波による音じゃないんですよね。どちらかというと神がかり的な力の方。そういう、あ、また今度あの有馬警察署の方向のところに、その裏手のところに幼稚園があるんですけども、そこの幼稚園にいた、女の子からの声が今、まあ、これも電波で聞かされてるんですけども、これはなぜそれが言い切れるかって言ったら、10年以上前から、もう多分15年以上前かな、同じ声なんですよ。間違いなくもう今大人ですよ。20歳超えて、その声を聞かされてる。もともとそれ、親がああ言ったりこう言ったりとか、もともとはそれ始まりで、その前に目撃していて、その記憶は保持してある。これが毎日の僕の置かれてるここの建物の中の状況で、うん、まあどれだけ苦しんでるかっていうのを理解していただきたい。それでも頑張らなければならない状況を理解していただきたい。それは今まで言ってきたはずなのに、なけなしのお金を使って2023年12月28日皇居行ったけども追い返された。一応まあ気温の話をしておきますけども、まあ被災地でその雪が云々の話とかがありますけども、一応日曜日、本当は石川県の能登半島って最高気温11度まで達してるんですよ。で、まあ他の地域もそうですけども、本当はこの1月半ばっていう時期を考えたら、本当はその気温って高い方なんですよ。普通の冬の最高気温がだいたい大阪、兵庫で8度ぐらいなんですよ。で、緯度、経度を考えたときに、石川県の能登半島はもっと上の方にあって、まあ東京かもう少し上の方ぐらいじゃないですか。で、その位置で、この時期で最高気温が11度まで達するっていうのは、奇跡的なことで、まあ今年も僕はテレビに向かって、かな、まあ YouTube で言っても同じだと思いますけども、まあ、防災特化型でそこのところは動かさないで日々生きてるつもりです。それによって、まあ、ちょっとしたことですけどね。ただまあ能登半島で雨とか雪が多いっていうのは、まあ、まあその辺はちょっと至らないところかなとも思っています。かたや、まあ、インターネット記事だからどこまで信用していいのかわからないですけども、兵庫県のまあ比較的まあここからまあ、30キロ以内の範囲にあるダムなんですけども、大川瀬ダムっていうダムとドントダムっていうダムがあるんですけども、そこの貯水量が 32% ほどで、で
30% を下回ったら取水制限を行うと、まあ、こういった状況であるんですね。まあ、本当は兵庫県はもうちょっとある程度、雨降らなきゃなんない。まあ、本当は能登半島で降ってる雪とか雨が兵庫県で降ればいいっていうところなんです。うん。その辺のね、道歩いていて、まあ佳子さまにしろ、他の国会議員の人たちにしろ、テレビに出ていた有名人にしろ、僕の横を、これはもう会うじゃなくてすれ違うだけなんですけども、会うっていうのはどこかでね、落ち着いて座ってしっかりとした話し合いをする、それが会うなんですよ。横通り過ぎたりとか電波の声とかで何かを伝える、それは会うとは違うと思うんですよ。それはメッセージを伝えるとかであって、会って話し合いとかじゃなくて会うではないと思うんですよ。それはすれ違い、すれ違いを多分繰り返せば繰り返すほどその人たちの関係は遠くなっていくのであって、本当のつながりからはかけ離れていくのであって、そして淡井圭介の自宅の横を通り過ぎていく、淡井圭介歩いてる時に横を通り過ぎるっていう方法は淡井圭介潰しなんですよね。もともとそれは人口の増加問題、それに対して人口を縮小したい人たちの意思が加わったルールだと思います。誰が作ったかは分かりません。この音声入力システム Siri というものをアメリカが開発して、エシロンというものはもっと昔からあった。 Siri という名前で世に公表されただけであって、もともと強制的に喋ってる内容は電波で傍受していて、行政が、まあ、始めたのはアメリカですけども、私が生まれる前からそういうシステムがあった。だからそういったルールを作った人間は、まあ、およそこの世にはいないんでしょう。だけどもそのルールが残っている。一つとして、この人類のこの状況をエネルギーの残存量問題も含めてなんですけども、突破できる方法があるとするのであれば、佳子さまとか、まあ、河川水門回式玉発電に限って言えば文人様や紀子様や成人様、雅子様が僕の携帯電話に連絡して総理と会う日を設定するだとか、もしくは岸田さん自体が僕に電話をかけて会って話し合いをする予定をしっかりと組む。まあ、他にもエネルギー関係だったら蒲田発電、マグマ発電のことも話して、そこで一回話通した後、あとはエネルギー関係のことはエネルギー庁に振って、でエネルギー庁の人と私たちが受け答えをする、あとは国土交通省とかが総務省とか、まあ場合によっては法的に何か変えなきゃならない部分があったら法務省が対応する。これが一番素早い対応の仕方だと思います。多分この方法にこだわっている以上、良い未来にはつながらない。なぜなら
本当はこの方法は結婚報じる方法ですよ。自分が同じことされたらっていうことを考えたらわかりますよ。嫌になるでしょ、そういうことをした相手。嫌いになるでしょ。そんなに簡単なことも考えられなくなったんですかって、そういうことを教えたから、そういう変なルールを作ったから、それを真似して喧嘩を売ってくる人間とか絡んでくる人間が後を絶たなかった。これが間違いのない答えだと思いますよ。ここから先は具体的にどうすればいいか先ほど述べました。あとはどうするかは皆さん次第なので、僕にできることはここまでです。結婚希望相手と好きな人は過去様で固定です。その線は変えません。そうじゃなかったらまた同じ目に遭わされるからです。上夏美だけじゃなくてね、大江真理子にしても誰にしても、まあ、大江真理子に関してはもうこの辺来てませんけども、それはもう昔言いました、はっきりと。で、まあもともと僕からの提案で、ワールドビジネスサテライトのメインキャスターって言ったらいいんですかね。司会者って言った方がいいのかな。月金番組持たせたんですけども、結局来た時に喧嘩売るようなことを言ってきたから、月火だけ残しといて、水木金は別の人間が担当するっていう形に変わったんです。芸能人で淡い系ですけど、今まで結婚話をした人間で淡い系ですけど、今仲の良い人間がいるかって言ったら皆無で、例えば本人にその罪悪感だとかそういうふうなことになっていたっていうその現状が理解できているのかどうかはわからないんですけども、 NHK で杉浦優希という女性アナウンサーがいました。私より年下のものです。ただし年齢はあんまり離れていません。で、髪の毛を染めたままスポーツ番組に出演していました。私の心の声を聞いてヴィッセル神戸勝たせたいっていう内容ね、今からもう5年ぐらい前ですかね、まあ、ヴィッセル神戸は結局最終的に3位になった年があったんですけども、そのものにその勝負の勝ち負けを任せてしまっていた場合どうなってたかって言ったら、これ髪の毛染めてる人間に全員当てはまるんですよ。女性だけじゃなくて男性にしても、ヴィッセル神戸の試合で言うと、その日試合がある日 100% 小村帰りと言いましょうか、肉離れ、もう朝もしくは昼間もう家の中でのた打ち回ってます。ふくらはぎのところがね、そういう風になって、もうちょっとやそっとの痛いじゃないですよ。それが 100% で発生していました。昨年も少し油断があって、まあ、NHK に出ていたハリー杉山っていう、まあ、そのものも髪の毛染めてたんですよ。だから言えることなんですけども、その子に一回任せたとき
大変ひどい目に遭いました。肉体的にね、痛みの部分で、もうそれものた打ち回ってましたね。ただその両者に対して、両者に当てはまることとして言えることなんですけども、本人たちはね、その特別僕を苦しめようとは思ってなかったと思うんですよ。だけどもそれほど髪の毛を染めるっていう行為は罪の重たい行為であって、テレビに出してはダメなんですよ。ルールが総崩れになるから。一般的な職場でも本当はそうですよ。働かしちゃダメなんです。もともと仕事なんかほとんどないんですよ。この辺も歩いてみたことある人わかるでしょ。この辺だけじゃないですよ。ほとんどの地域はそうですよ。家ばっかりでしょ。働くところどこにあります？ほとんどないでしょ。これどこ行ってもそうなんです。これが世の中の現実だから、しっかりと髪の毛染めないことぐらい守れない人間なんかに仕事なんか与えちゃダメで、次は管理職になるぐらいだったら、正社員になるぐらいだったら、エネルギーの残存量問題はしっかりと覚えていて、どういうふうなことを自社の人間に教えなければならないのか、これができて社会人として3分の1人前。その次は本当の経済、お金を稼げっていう話をしてるんじゃないんです。お金の稼ぎ方に関しては、稼ぎ方を間違えるとダーティーなものになると。それで稼いだお金なんて何の自慢にもならないよって、偉くないよって。そんな方法で年収500万円以上稼いでる人よりも、年収200万円の人とか僕みたいに生活保護で頑張ってる人の方がはるかに偉いよって、こういうことも教えてあげなきゃならない。それぐらいの力量を持った人間にならなければならない。残り3分の1のことに関しては、まあまた今度にしましょう。長くなってしまいますので、今日は、これぐらいにしておきます。まあそのどんな曲を聴いていたかとか、そういったところの話まで進んだ時、まあ時間が空いてる時に、まあ佳子さまだけじゃなくて他の芸能人の人たちもその曲と歌詞を聴いてもらった時に、淡井圭介が陥ってる現状とかを昔から知ってるグレイとか、まあラルクの皆さんは途中で活動を止めていて、ハイドさんとしてまあそのソロ活動をしていたり、まあその後僕からのあのまあ提案でラストロックスターズ作ってもらったりだとか、まあその歌詞の意味一つ一つに返してもらったら、ああなぜテルさんっていつもああいう風なすごく魂がこもってるというか、気持ちが入ってるというか、ああいう風な歌い方なんだったんだろうって、その強くその気合い入れて歌ってるとかだけじゃないんですよ。この言葉に合わせてね、悲しそうな歌い方とかもしてるんですよ。だからまあこの話は淡井圭介と関わった人たちだけじゃなくてね、今度、まあ、今若手の音楽業界の人とか、今後プロの音楽業界に入ってそれを仕事として生きていこうと思っている人たちには、その内容っていうものがすごく良い勉強になる。そこで一線級の曲歌詞と二線級三級線っていうところがはっきりと分かれていきます。そしてそういった内容、言葉の意味を知ることにもなるので、それはアナウンサーにも当てはまるし、コメンテーターにも当てはまる。
そういったことを全て覚えた上で、テレビ局の役員の人はどういう人がならなければならないのか、そして 何歳になったら降りなければならないのかっていうことを皆さん真面目に考えて対応してください。まあそれはまだ今度、まあ皇室の方たちへのメッセージのところで言わせていただきます。まあ一応その YouTube 一覧表で、まあ国会議員やマスコミの人たちへの向けてのメッセージだとか、マスコミイコールテレビ局の会社の人間だから、まあその人たちがね、役員の人にもうちゃんと見てくださいよっていうことを見て言って見てもらったらいいんです。それぐらいの時間、見るぐらいの時間、本当は役員の人たちありますから。以上です。まあここからはちょっとまあ気合い入れて、まあなんとかまだ体に力入らない状態なんですけども、まあ河川水門開始玉発電の図面、手書きですけどね、書いて符号をつけて、その符号の意味とか記載できるところまで記載しようと思ってます。まあある一定の完成のところまではもう明日までには間に合わないでしょうね。その明日13時ぐらいで、発明協会の人とアポイント取ってるんですけども、以上です。